イメラジオ第6050回、今日は令和6年2月18日日曜日です。時刻は午後9時、日曜の夜ですね。空は澄んでいて、明日は晴れそうな、そんな夜空です。日曜の夜、街は静かですよ。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、今回はラジオドラマ、写楽はどこへ行った、私のアレンジです。足の名前はジュッペンシャイク。蔦屋先生のところに寄宿している。滑稽本を書いてそこそこ売れるようになった、あれは完成の頃だった。蔦屋先生は私のことをずいぶん可愛がってくれて、いつもそばに置いて一句一句と話しかけてくださった。私も自分のどこがこの蔦屋先生に気に入ってもらったのかよくわからないまま、たまに書く絵、そして本、本といっても私の書くものは面白おかしいダジャレばかりの本で、そんなものしか書けないんだけど、それがちょっとずつ売れ始めた、そんな頃だった。蔦屋先生は人を見抜くそんな力がおありだった。足もそんな先生に見出されているんだから、多少は人の口に上るようなものも残さなきゃいけない、まだできない、ちょっと売れたぐらいだけれど、その先生のもとには葛飾北斎、北川歌麿といった浮世絵のそうそうたる門人が名を連ねていた。蔦屋先生には見る目があるんだ。当時もう江戸開闢200年になろうとする頃、木版というのが江戸で流行り、この木版というのを使えば、ある絵師が絵を描けば、それが立ちどころに何百枚何千枚と刷られて人の手に渡る。絵師は自分の絵一枚描けば、それが何百枚何千枚江戸中に売れていく、そんな時代だった。歌麿、北斎、彼らもその入りつつあった木版、これで名を成しつつあった頃だった。ねえねえ、お前さん、表に若い衆が来て動かないんだけど。ある時、足と先生が部屋にいると、おかみさんが入ってきた。このおかみさんが、もういい年してるんだけど、美人で、門人の世話もよく見てくれる。そのおかみさんが先生に、若い衆が今表に座ってなんかこれを見てもらえばわかるって。なんだいそれ。いや、包みに入ってるからわかんないんだけど。どうせまたつまらん本だろう。うちの本はもう今一句で十分
売れてるんだ。よそ当たるように言ってくれ。けどさっきからずっと、あんたならわかるって言うもんだから。誰だよそいつ。わかんないわよ、さっきから。どうせいい男で、お前そこが気に入ってんだろう。あんた何言ってんのよ。困るわよ、そんなこと言われても。そんな夫婦の会話を聞きながら、聞こえないふりをして足は原稿に向かった。さっさと追い返せ、うちにはそんな余裕ないって。おかみさんがやがて表に行って、そしてその若い氏は、そうですかと言って帰ったという。見てもらえばわかる、そう言って置いていった袋だけがそこに残った。あ、お前これ返さなかったのか。あ、あの人に。先生がその時その包みを広げ始めた。中からは一枚の絵。あっしもそれを見た。先生、何ですかこれは。釣り上がった目、そしてへの字の口、手を大きく広げたこの姿勢、なんだいこれ。あっしは思わず声を上げた。おかみさんも寄ってきてみた。先生がうなった。お、おい、お前、さっきの若い将、連れてこい。あなた何言ってんの。一句、お前もだ。ちょっと探せ。探せったって、そんな。どこにいるやつだ。いや、何も聞かなかったけど、ただ、役者の絵を描いてるって。うん、これも確かに役者小屋だな。ここまでの絵を描けるやつは、役者の心得があるに違いない。外から見るだけではこの絵は無理だ。内側を捉えてる。役者の内側を。一句。そしてお前、探してこい。江戸中探してもさっきの若い者、連れてこい、ここへ。あ、はい、はい。それから他の門人、そして足一句、おかみさんが方々手分けして江戸の町を探し回ったといっても、役者小屋を主に見て回った。先生が言うように、こんな絵を描く者はそんじょそこらにいるわけはない。多分役者小屋に出入りしているはずだ。そして見つけた。八丁堀に住む斎藤十郎兵衛というものだった。ある役者小屋で、こんな絵を描くやつ知らないかと私が見せると、ああその変な絵、うちの斎藤じゃないかな。え、知ってるんですか。あいつぐらいしかこんな変な絵は描かないな。お願いします。その斎藤って方に会わせてください。もう一人の門人と一緒に、あっしは、その斎藤十郎兵衛というもののところへ行った。八丁堀にあった。ちょうど、蔦屋先生の家からは南へ行けばそこに突き当たるような、そんな場所。あまり表情を変えない若い男が出てきた。あ、いきなり申し訳ございません。この絵の作者を探していたんですが。あ、私です。あ、よ
斉藤さんですね。はい。先日はうちの親分のところに来て、この絵を置いていかれたってことで、その時はお話はないということでお引き取りだったんですが、いや、それがもううちの親分がこの絵を見て、ぜひとも探してこいと。お願いします。斉藤さん、明日と一緒に蔦屋にもう一回お願いします。斉藤十郎兵衛を足は蔦屋に連れて行った。おかみさんの顔がパッと明るくなった。ああ、あの時の。斉藤は相変わらず表情を変えずに頭を下げる。そして先生との面会だ。先生、連れてきました。これがあの作者の。おお、この前はすまんかった。あ、いえ、いきなり私の方でも訪ねてきまして。十郎兵衛はほとんど表情を変えずに、しかし丁寧な物腰で言う。いやー、俺もこの江戸で長くこの商売やってきたけど、こんな絵は見たことがない。この絵は当たる。斉藤さん、ぜひ、うち、蔦屋から絵を描いてもらえませんか。承知しました。今、八丁堀にいらっしゃるんですね。ぜひ、この蔦屋の近くで。あ、それは、結構です。八丁堀のあの家が気に入っておりまして、ここへ来るのもそれほど遠くはありません。うん。時に十郎兵衛さん、いや、斎藤さん、お国はどちらで。阿波でございます。阿波、徳島ですか。家系は代々能をやっておりました士族の端くれでございまして、やはりうちらはみんな町人係で、売れれば金にはなりますが、北斎みたいにいくら稼いでも全部絵の具に使って貧乏なのもいっぱいいます。こんな町人の間にそんなお侍さんがいらっしゃってよろしいでしょうか。構いません。能役者というのは結局、侍でもなければ、町人でもなく、そのどれにも属さないようなものでして。この役者は、能役者ですか？いえいえ、歌舞伎役者を書きました。歌舞伎役者も、先生、ご存知のように、瓦者と呼ばれて、どこにも属さぬ流れ者みたいな者たちですよね。なんか心惹かれましてね。そして自分にも能の心得はありますから、役者たちの考えていることがわからないわけではない。それで一つ二つ絵を描いて、これならということで、江戸で評判の蔦屋先生にお見せしようと思ったんですよ。それは、十郎兵衛さん、ありがとうございます。ぜひ、売りに出そう。一句、お前も、協力しろ。この絵に、ふさわしい、文句考えてくれ。あ、はい。そのうち、北斎や歌麿とも、会ってもらう。よろしくお願いします。斎藤十郎兵衛は、深々と頭を下げた。蔦屋先生の入れ込みは大したもので、もう次の日から足一九にその役者への謳い文句、そして次の絵を描くように十郎兵衛さんにお命じになった。最初の給金は全部蔦屋持ちで、普通門人といっても飯を食わしてもらうだけで、
給金なんか出ない。売れたら売れた分もらう、そういう世界。ただこの十郎兵衛には別扱いだった。すぐに給金が出た。斎藤十郎兵衛がまたやってきた。次の絵を持ってきたのだ。いいなあ、これは。先生がうなった。足から見て、それほどいい絵には見えなかった。ちょうど足の描く滑稽本、その挿絵にふさわしいような、滑稽な絵で、北斎の風景が、歌丸の美人が、これを見慣れてる先生が、どうしてこの見知らぬ男のこの絵にここまで惚れ込むのかが、正直足には分からなかった。そして十郎兵衛が来るたびに、いそいそと茶や菓子を持ってくるおかみさん。十郎兵衛は無口で、聞かれたことだけに答える、そんな男だった。斉藤さん、これからもどんどんお願いします。うちで全面的にお支えしますから。あ、はい、こちらこそよろしく。そうですね、斉藤さん、斉藤十郎兵衛じゃちょっと絵も売れませんから、名を考えましょうか。あ、名ですか。それなら写楽でお願いします。写楽、どんな字で。写すに楽、写楽がいいですね。凝った名だな。で、上の方は。上の方は先生にお任せします。写楽の上の方。先生はしばらく考えてから、よし、東秀祭で行こう。足は思わず聞いた。先生、東秀祭って。いや、斎藤十郎兵衛さんじゃないか。斎藤十だな。東秀祭、こうだよ。斎藤さんの住んでらっしゃる八丁堀は、お城から見て東にあるな。東秀祭、東で行こう。決まった。これから東秀祭写楽だ。写楽の絵が江戸に広まっていった。江戸の絵売りが写楽を持ち上げる。さあさあ、みんないらっしゃい、買ってらっしゃい、見てらっしゃい。東秀祭写楽という写楽臭い名前の絵描きが蔦屋さんのところから出てきましたよ。この丘を、この姿勢、この手つき、見たことのないものばかりじゃないですか。さあ、買っていった、買っていった。実は写楽の絵はそれほど売れなかった。やはり売れ筋は北斎、そして誰よりも歌麿。この見知らぬ新入りに先生が入れ込むのを、北川歌麿は面白く思っていなかった。ある時、歌麿がやってきて言った。先生、この今度入ってきたあの、わけのわかんない。おう、写楽のことかい。ああ、写楽。先生、なんであんなやつの肩持ってるんですか。歌麿、お前も人肩の絵師ならもうわかっているだろう。とんでもないものが写楽にはある。先生、そのとんでもないものって。言葉では言えないものだよ。先生、その言葉で言えないものって何なんですか。それは
私に聞かせてください。歌麿、写楽にはかなわないと思って突っかかってんのか。かなわないって何なんですか。あの写楽ってやつのあの絵、描かれてる歌舞伎役者にも全然人気がないらしいじゃないですか。売れてもいない。それに比べてあっしの美人画は吉原でも両国でも本所でもみんなが争って買ってます。この世界は売れたものが上なんです。あっしの美人画、新しいものを作りました。お、よし、それもすぐ出すことにしよう。そばで聞いていた足には、先生が歌丸の絵を出すという時に心を動かしていないことがうすうす分かった。そうなのだ、蔦屋十三郎は今写楽に取りつかれてしまったのだ。もう歌丸の絵を出すのは仕事に過ぎなくなっていた。やがて歌丸がまた来ていった。先生、足のポッピンを吹く女、あれが売れ行きがいいようで、蔦屋も助かっている。お前の給金も弾むからな。で、時にあの先生の写楽はどうですか。あいつか、歌丸、あいつのことはもう気にしなくていい。お前とあいつは違う。お前は自分の道を歩けばいいんだ。美人画だったらお前に負ける、お前に勝ってるものはおらぬ。先生、ではなぜあの写楽を。聞くな歌丸、お前とは違うのだ。お前の美人画は匂い立つようで、見るだけでその色化が伝わってくる。あの技法は歌丸、お前でしか出せない。それに自信を持てばいい。先生の写楽、そんなにすごいんですか。売れてないじゃないですか。歌丸、売れるとか売れないとか関係ねえんだ。先生からそんなことを聞くとは思わなかった。あっしら門人にいつも絵は売れてなんぼだ、そう口酸っぱく言ってくださったのが先生じゃないですか。それを。写楽の絵は相変わらず爆発的に売れるということにはならなかった。だが徐々にこの写楽の絵がないと落ち着かない。こんな絵を集めないと紐よも開けない。そういうものが江戸の町に増えていった。写楽は自分のその絵が人に徐々に知られているようになっていることにも全く無頓着で、給金が増えていってもそれを何に使っているのかわからない。蔦屋に来る時にも絵を渡して、そして聞かれたことに答え、お愛想を言って、そして黙って去っていく。見たところ女の影もない、書体も持っていないようだ。誰だあの写楽は。先生がある時写楽に言った。写楽、今度の鬼やっこの、鬼地やっこのあの絵は見事だったぞ。あ、ありがとうございます。お前さん、一体どうやってあんな技法を身につけたんだい。前にも話しましたが、自分も能をやっておりまして、絵を描くときにはその演じている役者の内側に入るように努めます。ただし内側に入るだけだと
お前さんのような案内は出てこない。あそこには単に役者の内側に入ってその気持ちがわかる以上のお前さんの何かがあるんだよ。そのお前さんの何かがこのわしを、蔦屋十三郎を虜にしてるんだ。それは一体何だ。お前さんが雲母で背景を塗りたいと言ったら、俺は金に糸目をつけずにそうした。お前さんが珍しい絵の具を使いたいと言ったら、音楽からも取り寄せた。それはひとえにお前さんの絵に他の絵描きにはない、逆立ちしても及ばない何かがあるからなんだ。それを知りたいんだ。なんだそれは。私にも分かりかねます。ただしこれは言えるかもしれません。歌丸さんの絵、あるいは北斎さんの絵は美しい絵ですよね。人気も出ます。歌丸さんはもう大家と言っていい。すると先生が、写楽さん、蔦屋に向かって歌丸が大家だなんて、あんたこそ大家じゃないか。いえ、売れ筋では私は歌丸さんの足元にも及びません。が、先生が今お聞きになっている写楽の絵に何があるのか、それはおそらく美でないものを付け加えようとしているからこう言わざるを得ないでしょう。美でないもの。その話を聞いて私一句も、漫画みたいな滑稽な絵、それが写楽だと思っていた自分に相槌を打っていた。美でないもの、美でないものが混ざることによって絵は生きることに近づくんですよ。美しいだけの絵ではそれはこの世を写し取ったことにならない。みんな美しい絵は好きだけれど、見てもすぐに忘れる。そのうち見なくなる。世の中じゃないから、美は。それだけでは。ただし美に、美でないものを混ぜれば、その時世の中がそこにある、この生き生きと躍動し、そして素晴らしいこの世が、お前さんの言ってることは難しいな。写楽さん、まあこれからも頼むよ。蔦屋を盛り立ててくれ。ある時、写楽と歌丸が蔦屋で鉢合わせすることになった。写楽は丁寧にお辞儀をして、そして一歩下がって歌丸を通した。確かに絵の歴でも蔦屋での歴でも歌丸が先輩なのだ。歌丸も先生にはああ言っていても、写楽に何者かを感じているようで、上から見下すようなそんな態度を取ったりはしない。ただ二人の間には言葉にできない対立があった。それは名人同士の対立とも言うべきか。ある時、そんな江戸の町で浮世絵の競争がある、浮世絵比べがある、そういう話が持ち上がった。みんな歌丸が出る、そして歌丸が勝つ、そう思った。おかみさんが写楽に、
写楽さん写楽さん、あんたも書いてみなさいよ。写楽はいつものように黙ったまま。やがてその競争の日、それぞれの絵師が自慢の作を提出した。写楽も提出したようだ。それが江戸っ子の評判によって点がつけられ、そして等が決まる。絵師は実は給金には興味があっても、そのような競争にはあまり興味がない。勝ち負けではない、絵の世界は。ただし今回は歌麿と写楽の絵がどちらも江戸っ子の目で鑑識されるということで話題になった。やがて結果が出た。結果は歌麿の勝ちだった。圧倒的な差をつけて歌麿が写楽を破った。ただし写楽も他の絵師を抑えて2位にはつけていた。ただし歌麿には大差の敗北だった。先生、どうです今度の絵の競いの結果は。おう歌麿、お前わしの言葉が聞きたいか。わしの褒め言葉なんかもうお前にはいらないだろう。大差をつけての勝利だったな。これでまたお前の絵の値段も上がるはずだ。精進精進。先生ありがとうございます。で、先生のお好きなあの写楽は。あいつはもうあの程度だよ。この競いで歌麿の自尊心がある程度満足し、写楽に突っかかることもなくなっていった。やがてある時、写楽が、先生これをと持ってきた。先生に手渡される袋を開けるのは足一句の役目だ。足が写楽から袋を取って、そしてそれを広げてみた。中には能の面が入っていた。写楽、能の面か。はい。お前さん、絵だけじゃなくこんな心得もあったのか。もともとは能役者の血筋ですから、能の面ぐらいは打てないと、そういう家に育ちました。江戸に来てから絵ばかり描いておりましたが、この度能の面を久しぶりに打ってみて、やはりお見せするのは蔦屋先生しかいないかと。素晴らしいな。お前さん、この能の面作りでもやっていけるだろう。これを作品として蔦屋で出させてくれないか。このお面が気に入りましたか。お前さんは絵しかないと思っていたが、面作りまでやるとは。この面には普通の能にはない喜びと悲しみと怒りと、そして自由がある。自由ですか。先生、分かっていただけましたか。写楽はそう言った。そして写楽は懐から金槌を取り出して、先生に分かっていただけたら私はもう本望です。そしてその金槌を面に向かって振り下ろした。バキッ。あ、写楽、お前なんてこと。先生が声を上げた。
写楽はその時嬉しそうな顔で目をつぶっていった。私はこの江戸に出てきて先生とお会いできたことが何よりの誇りです。私の絵がどれぐらい売れたかなんか最初からこれっぽっちも興味はございません。そういう美しい絵なら歌丸さんに任せておけば十分ですよ。あっしはこの江戸で自分が思う絵を問うてみた。そして先生に認められた。何人かの人は気に入ってくれた。これで十分ですね。なんだかお前さん、遠いところに行くようなそんな物言いじゃねえか。先生、ありがとうございました。イックさん、お世話になりました。おかみさんにはよろしく。私からは何も言わずに去ることにしましょう。おかみさんには。次の日から、写楽の行方がわからなくなった。蔦屋先生がやはり反響欄になって写楽を探せ、写楽はどこへ行った、門人が探した、北斎や歌丸まで、あの写楽を嫌っていた歌丸が越中島で、佃で、月島で、豊洲で写楽の姿を探していた。本所でも、清澄白河でも、どこにもその姿はなかった。手を尽くしても、写楽は、忽然と消えてしまった。夢ラジオ、今回は写楽はどこへ行った？私のアレンジでお届けしました。